えー、今日は平成29年度最初ということで大切な予算。 皆さん予算お金大事ですよね大事ですちょっと大きなお財布ですけどね、はい、予算のお話を伺っていきたいと思いますしっかり聞いてくださいまずはねこちらなんですが知事はい、はい、平成29年度当初予算神奈川モデル加速化予算スマイルあふれる神奈川を目指して、うん、これはまあ今回の予算の一つ特色なんですけどね、はいはい、神奈川モデルってこれまでいろんなことを準備してきたんですね例えば超高齢社会まあコスモ、うん 子育てねうん、うん、それからまあ女性の活躍さまざまな神奈川モデルを作ろうとやってきたそれを一気に加速化させていこうという<ー>こういう予算ですねそして目指すのはスマイルあふれる神奈川、はい、超高齢社会になってもみんなが笑顔で過ごせるような神奈川を目指すための予算ですということなんですね、うん、なるほどそ、うん、そしてこれがその全体像なんですけどね。はい 全体が1兆9,402億円なんですけど、はい、今回ね予算つるの大変苦労したんですよ。えー、ちょっと見てみましょうかね,こ,のねこれだけお金かかるんだけども、はいえー、650億円足りなかくてさあどうしようかと、うんうん、一生懸命みんなで工夫してですね、はい、いろんなもの削って削ってやってたんですねそしたら毎年普通はこれはだんだん減ってくるんですよ。はい、ところが でこれ国の方から地方交付税って出てくるんですけどねそのお金がぐんと減らされたりとかしてねこれだけ穴が開いちゃったらそしたら予算組めないじゃないかそのためにどうしたかというとですね借あららららら510億借金したしかも貯金これも取り崩しました。ちょっと 結構厳しいでもこれだけの予算を確保したと、はい、そしてこの神奈川モデルをね加速化する攻めの予算でいくんだということで作った予算でした厳しいながらも攻めていくんですねなるほど見んな分かりましたかはい。はい、<laughs> 怪しいなと思いますけどもじゃあちょっと具体的に、ね、お話を伺っていきたいと思いますので知事ちょっとこちらのパネルの方にお付き合いいただけますかはい。よろしくお願いいたします さ、今回はですね。5本の柱があるんですが、知事お願いしますこれね。神奈川グランドデザインっていうね。神奈川どういう方向を向いていくのかっていう大きな方針を作っても、はい、その5つの柱、それをによって予算を作ってあります。はい、健康長寿経済のエンジン安全安心。はいうん、人の力。 街づくりということなんですね。ねどれも身近に感じますけど、特にね新婚さんなんかはね、身近に感じるでしょうこういう話題はね。もうやっぱり新婚だから分かりやすかったね。これただ新婚戚したいだけだからというね。幸せすぎるでしょう。でもカナダの魅力がすごいなんか今よりすごく上がってるっていうのを感じますよね。なので我々レポーターももっとより良いレポーターを目指したいと思います。本当、まあいいですね。いい感じです。いい感じ。 はい、じゃあこのね5本の中から具体的にいくつかお話を伺っていこうと思うんですが、うん、まずは知事。健康長寿。そうですね。これ大事ですね。はい、健康長寿社会づけに向けた何とかの取り組み。うん、さあこれ何でしょうか。<laughs> クイズですかみたいな。<laughs> <laughs> 当然未病改善の取り組みですね。はい、これはあの未病。 真っ白な健康があって真っ赤な病気があるのではなくてこの白から赤というのはグラデーションで変化するでしょう。そのグラデーションの部分が未病だとそれを改善していくそのためには食運動習慣社会参加これが大事だとこれやっぱりねどんどん進めていきましょうということなんですよね。こでこの未病改善これはもう子どもの時代からやっていこうそれからまあこの高齢者の皆さん特で認知症とかねロコモとかねそのロコモそれからねフレイル。 ここういいいっったたとにも注目していきたいそう思ってき思んですねちょっとね今「ロコモ」と「フレイル」という言葉が出てきたんですけども視聴者の皆さんも何かなって思われてる方が多いと思いますのでうん、うん、ちょっと取材してまいりましたので一緒に勉強しましょう。<お> VTR ご覧くださいロコモフレイルについて伺ったのは神奈川県予防医学協会どのようなことを言うのでしょうか。 医学博士の岡部先生にお話を伺いました。えーまあロコモフレイル」ということですが、まあ、これ実はまあ2つのことがありまして「虚、まあ、弱」って「フレイル」ということが、まあ、その広い概念としてありまして「ロコモ」というのは、まあ、ロコモティブ・シンドロームの略で運動器症候群といいます。でこれはまあ身体的な れえい、ー、まあ新しい考え方で今後ですね高齢者が元気で生活をしていくためにということで、まあ、臓器の中でも特に運動器に光を当てて対応していくということで変形性質関節症であるとか変形性股関節症であるとか変形性脊椎症まあ 骨組織症の予防とという,ようなところでですね長生きをしていただく中でも元気に歩いていただくとかですね元気に社会参加をしていただくというような意味でそういう対策をしているということになりますす元気でで歩いいたたり社会参加をするためのものもととうことなんですが実際にはどのようなことをしているのかトレーナーの方へ伺いました。 予防医学協会さんではロコモチェックを行っていて25項目のチェックなどを行ったりして現在の筋力や筋肉の柔軟性などを測定してトレーナーの方がさまざまな指導を行っているんですってカナフルのディレクターも体験させていただいたんですが両足で立ち上がったり片足で立ち上がったりしながらトレーナーナさんが様々な指導をしてくれるそうですよ。自分の筋力や柔軟性を知って改善していくんですね。 さ<え> <laughs> 他にも、ね、歩幅を計測したりしながらロコモドをチェックしししたたりもまモといっても年配の方だけじゃなくあの高齢の方以外の、まあ、元気な方でも意外と柔軟性の低下だったりとか運動器低下の方がいらっしゃいますのでそのことを早期発見していただいて、えっと、自分の健康に前向きにしていただきたいなと思ってます。

調査したデータがあるんですねその時に老人がどうすればグッと悪くなるかって<ー>それ調査したところで,ですね、はい、このロコモだフレイルだっていうことが浮かび上がってきた<ー>つまり足腰弱ってくるでこう気持ちも弱ってくるそうすると外出ていかなくなくっっちちゃゃううんですねこじ閉じこもっちゃうそうするとそういうご老人はドーンと具合が悪くなってくる。 だから少しでも外へ出ていくということが大事でもただ単に外散歩してればいいというわけじゃなくて社会参加というのは外へ出てって社会と関わっているということ、うん、特に誰かの役に立っているという、うん、その感覚が老人を元気にする、うん、させるということ、うん、それが分かったんでこういうロコモ我々は注目してるんですね、えー、要介護になる前の段階ということですねさあ続いてなんですけれども、はい、もう一つこれいきましょうか、はい 共に生きる社会神奈川県章の実現に向けた取り組み、はい、まあこれは去年、ね、あの7月にです、ねはい、大変つらい事件がありました津久井やまいり園での非常な厳しいで殺傷事件がありました、はい、そんな中でああいうことをもう二度と許しちゃいけないという共に生きる社会、神奈川県章と取りまとめました、はい、これを実現させるためにこれ予算を作ったということなんですね。はい 共にに生きていくために、まあ、健康な人も障害のある方も皆さん一緒に気持ちよく生きていけるためにということであの神奈川県の、ね、熱い決意を感じたわけですけれども、ねはい、さあ続いては、経済のエンジンにこててこれ大事なことですね、はい、神奈川から経済のエンジン回していくんだ、うん、さあ行ってみたい神奈川の何でしょうか。 観光魅力作りですね、えー、なんからアンナちゃんもこの間ね大磯<う>町リポートこの間私はね大磯、ね、町に行ったんですけどやっぱり神奈川ってすごい魅力あるとたくさんあるじゃないですか、うん、でもともと知ってる魅力ってありますよね、うん、でも変わっ 行ってるところもたくさんあるんですだから一回行ったから知ってるじゃなくて何回も行って何回も知るともっと神奈川の魅力を知ってもらえるかなとこれ今ね一線通りの観光地を作ろうってねやってます<ー>一線通りって普通じゃできないで,できないですよね普通じゃできないだから今まで観光地と言われてなかったところもですね観光ポイントとして磨き上げていこうということを今やっていこうということですね,ね私たちもこれは楽しみにしたいと思いますけれどもそしてこの他なんですがここに まだありますね。これは何でしょうか。はい、何の実現でしょうか。お。ロボット。構成する社会を実際。え。ね この番組でもこのロボットの話色々、はい、取り上げていただきましたね。スタジオでもねやりましたけども。やっぱり、ね、これからロボットっていうのは力はこれから絶対必要になりますし、早急に必要となるものですよね。そして神奈川には相模ロボット産業特区もありますよね。この相模ロボット産業特区を活用してね、ねはい、これまでなかったような新しいロボット、うん、しかもその生活支援ロボット、はい、命を助けるような。 あと介護の現場を助けるようなそんなロボットの開発どんどん進めているわけですね。これをどんどん進めていこうということですね。うつもねやりましたね。そうね。人間技師の取材に行かしてもらったんですけど、もう日々進化しているんでまたね新たに取材に行っていろいろこう伝えていきたいですね。皆さんにどんだけ進化しているのかっていうのね。経済のエンジンをね。ぐるぐるみんなぐる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 。続いていきます。続いてきます。続いて人の力です。人の力全部隠してるからなんだかわかんないけど。さあ、そうです。 これはね、ー子ども・子育てを、ね、しっかり支えるような体制を整えていかなきゃいけない、はい、例えば、ね、保育士の数が足りないという中でね。 で神奈川県は独自にです、ねはい、特区を使って地域限定保育士で年に2回試験をやりましょうということを提案したらば、うんはい、それが実現したと同時にもう、ね、国の方が動いてだったらもう保育士の試験を年に2回しましょうよと神奈川県はまださらにです、ね、3回目の試験を独自やりましょうということで今提案もしてる、えーはい、実現させるんですねじゃあ保育士の方がこれから、ね、増えていきそうですよね,うすねこうなってくるとね。 まあ、新ママとしていかがですか。このそ。そうですね。やっぱママとしてですね。やっぱり。<laughs> いや、これから育てていく。立場として、こう増えていかれるっていうのは、すごく心強いですよね。ねうん、やっぱり。お仕事もね、してますしね。そうですね。心して働くためには、保育士さん、ね、本当にありがたい存在ですからね。ねそうやって見てくださる方がいらっしゃるから、今日にね。

東京二ゼロ二ゼロオリンピックパラリンピック競技大会、これのジャメにやっぱり準備が必要ですからね、どんどん進めていこうということですね。で私一緒に去年ねセーリングしましたよね。これは東京二ゼロ二ゼロオリンピックパラリンピックの競技大会のセーリングの会場が江ノ島ですから、去年一緒に行って楽しかったですよね。結構騒いじゃねえかね。結構騒いじゃいましたけど、もうねそれも楽しみですよね。江ノ島にやってくるね本当ですかね。その前の年にラグビーは。 とか、決勝戦も横浜で開かれますからね。まあそれに対してこう盛り上げていくということも必要だし。そ,ね、その整備していかなきゃいけないですからね。そのための予算もちゃんと取りました。なるほど。さあ、そして今五本の柱ちょっと簡単に説明していただいたんですが、うん、一番下に二つあるんですよね。これちょっとね、まあこの中入れてもいいんですけど、はい、ちょっと特別に。十九億。 重要課題ヘ、はい、ルスケアニューフロンティアの推進ということですね、うん、これはの要するにその超高齢社会を乗り越えるための神奈川モデルを作ろうということでずっと進めてきました、はい、つまりさっき言った未病改善ということをです、ねはい、どんどん進めていくためにこれをもっとその最先端の技術をドッキングさせてやっていこう<ー>つまりいろんなセンサーをつけて未病状態がどこにあるのかということを見える化して自分でコントロールしていこうとうそれにロボットの技術も使って改善していこうと。はい これ今まで言ったことをトータルに集めたヘルスケアニューフロンティアという政策、これをさらに進めていこうということですね。で,すねで、もう一つこれ。はい、これはなんでしょう。ああ、そうですね。うん、これもね、うん、この番組で何度も言ってきましたね。うん、もう人生100歳以材ですからね。うん、今生まれた赤ちゃん100歳までいくんですよ。うん、ああ、嬉しい。もうそこま100歳まで生きられる。<laughs> 収入やれますね。旦那様と連れ添っても。ね、本当だ。百歳。それだけ頑張って働かないといけないですからね。その分ね。そう、長く。細く。働いていかないといけない。まあ、そういうこともね、含めて、いろいろ計画をしていかないといけない。人生百歳時代の設計図を作っていこうと言ったわけですね、我々ね。はい。つまり、今までだったら、若いうちは勉強して、で、就職して、働いて。 でまあ、60歳定年で大体育ったら老後って言ってましたけど、うん、100歳まで元気な時代もう当たり前になってきますからね定年退職60歳でやっても40年間老後ってあってちょっと無理ですよねな<ー> <laughs> かなかねだからその間いろんな形でこのまた活躍できるような仕組みを作っていこうと。 えー、いいねいやなんか切実だなと思いますけど、ね、<laughs> <laughs> ということでえー、今年度予算における取り組みまだまだ他にもねあるんですけれども今日はその中から代表的な取り組みを、えー、ご紹介したわけなんですが皆さんどうでしたか分かってきましたか分かりました,したねしっかり皆さんにもかかっている部分がたくさんありましたので頑張っていただきたいと思、はいます大丈夫大丈夫です放送を見てもう一回チェックしますので <laughs> <laughs> ポート全部入ってこなかった <laughs>。幸せの山口萌えさんは、どんな感じですか、はい。そうですね。やっぱり、中華、中華料理は美味しいですね。<laughs> 全,然す全然聞いてなかったです、ね。<laughs> まあ、違います。そういうことです魅力の一つということでは,は, <laughs> はーい、はーいうん、ゆうちゃんとあんなちゃん、どうでしたか。いや、これからちょっと頑張っていかなきゃなと思いました。うん、これだけの神奈川県が頑張っているんだから。うん ちょっとね、少しでもお力添えができればと。思います。ちょくちょくね、なんかプレッシャーというか、責任重大さを感じました。ね。いや、本当理解しないとダメですね。理解してお伝えできればいいですね、一番ね。カナフルにいる以上はね。そうですね。目指してるのは、スマイルあふるからがある。そうでした。そうでした。そこが。頑張ろう。マイル。まあ、ね、いいね。僕らは楽しんでお届けすれば、絶対伝えるはずなんで。そこから行きましょう。いいこと言いました。いいこと言いました。笑顔はどうかな。 <laughs> <laughs> ということで知、ね、事、最後になりますけれども、うん、あの皆さんに向けての、えー、メッセージそして今後の抱負をお願いいたしますすそうですねさっき申し上げたように、ね、財政状況非常に厳しい中ではありましたけれどもやっぱり皆さんにとって大事な政策を、ね、どんどん,どんやっぱり進めていかなきゃいけないという中で苦労してお算を作りました、うん、そしてこれで、ね、どんどん勢いを増していくために、ねうん、この攻めの形でいきますからねぜひ期待していただきたいと思います。は、うん、はいといいとととううここで今日はありがとうございますこの後も 知事にはコーナーを盛り上げていただきたいと思っております。